どうもこんにちは、プロボウラーの水ピーです。いつもご視聴ありがとうございます。今日はですね、また禁断の他メーカー比較やってみたいと思います。今日はね、テーマはハイブリッドの低感性ということでね、RG が低い目のボール2つ持ってきました。前回からずっと愛用させてもらってます。ツアープレミアム4と、同じようなスペックで言うと、あったのが、ストロングバイト BG ですね。ハイブリッドの低感性ということで、この2つを投げ比べしていきたいと思います。レーンコンディションはね、43フィートデイリーなんですけど、もうだいぶ投げてますので、僕でも曲がるレーンですけどもね、まあそうオイル少ない時に転がり方とか、そういった部類のねことがどのように出るのか、2つを比べてみたいと思います。どっちもいいボールなのはもともと分かってるんですけども、はい、いいところが見出せれるように、頑張ってみたいと思います。最後までどうぞご視聴よろしくお願いいたします。それではご覧ください。それではいつものように、1フレごとに交互に投げていきたいと思います。まず、インナーがたまたま入っとったんで、ストロングバイト BG からいきたいと思います。ハイブリッドといってもね、配合がわからないし、粒子の強さもわからない。メーカーさん同士で、ね、互換性がないので、はい、まず BG 投げました。欲しいな、倒れてくれよ。はい、ちょっと中行ったらね、滑りましたね。BG はね、確か何番やったかな、1500で光らしてないやったかな、軽く光らしてる感じ。おお、危ないで、ツアープレミアム4は箱出しのままなんで、メーカーの発表値通りなんですけど、ちょっとベルトが緩かった。出せたわけではないけどベルトが緩かった。はい、でレイアウトがね、ちょっと今回は違います。ツアープレミアム4はこの前レビューしたんですけど、45度の4インチ8分の7の30度やったかな。はい、で、BG の方はね、今引いてきたんですけど、60度 ×4 インチ4分の1 ×45 度ということでね、若干 BG の方が60度なんで、で45度なんで奥で動く、ストレスは奥までたまらないようにするっていうコンセプトで開けておりますが、あ、こっちはもう投げ慣れてます。ちょっと親指抜けんかったけど、はい、ツアープレミアム4はもうすでに先一本動画を撮ってますので、はい、安心安全のボールですが、 BG はね、今さっき投げた1球目の天秤タップがこのね初投げでして、今タツイッチは一緒のとこ投げたんですけど、ちょっとボールの出方が違ったので、今ツアープレミアムでストライクになったところをBG を投げてみたいと思います。あ、出過ぎた出過ぎたけど戻った、セーフ。はい、まあこんだけね見てもらって分かる通りのこの出過ぎても戻る安心感のあるレーン、まあ、今月はね、被災ボーリングセンター、これまだ今11月に撮ってるんですけど、43フィートなんですけど、オイル量が少なくてね、中通るとやっぱり伸びたオイルだったら天秤全く倒れないんですけど、今日は倒れる。これちょっと中ですね、はい、全然倒れる。はい、普通にどこへ投げてもポケットへ行くようなレーンで練習してたら上手くならんよねそれは自分で分かってるんですけどね。まあ今ちょっと世間話になりますけど、つい最近行われましたアッパーカップはね、出てるプロボウラー皆さん苦しそうな顔で投げとったけど、もう今ねまさに SSS カップをされてる最中に僕今撮ってるんですけど、 SSS は今度逆に打ち合いで苦しそうですね。はい、これどうだ。ああ、ちょっと手前寄れたけど悪くないですね。まあ、さっきの出先と比べたら、はるか手前で折れて打ち行きましたけど、はい、
レーンは簡単なんで、ボールの良さがあとは出せるかどうか基本全部ジャストにいってるからストライクになるんですけど、はい、じゃあわざとね、もう点数いいのでわざとちょっと今左寄りますよ。低い位置から遠くへ、こういう感じ、油の上、油の上でも全然何のその勝手にジャストへ行ってくれるからすごいね、このレーン7枚から15枚ぐらいまで幅あるもんね。なんでこれで300出やんのやろっていうぐらい優しいレーンやのにねはい、じゃあもう一丁 BG でもやっぱり、バル角が45度な分だけちょっと立ち上がりが早いかな。60度にしてあるからいいと思ったんやけど、45のが強いな。これ出たらどう？おお、すごいメッセンジャー来たと思ったら全然ちゃうとこ飛んでたですね、やっぱりメリハリがあるのはレイアウト的にツアープレミアム4かな。まあ、バイトはね、あのメーカーさんもおそらくあの切れ重視で上げ作ってるボールではないのでね、はい、今みたいな、なんていうのかな、オイルを感じた時でも力強く動いてくれるっていうコンセプトのはずなんでね、切れるボールは他にいっぱいありますからね。もうコードシリーズなんでまさにそうやし、はい、要は RG っていうのがね、数字が小さければ小さいほど手前から早く起き上がろうとする性質があるので、あとはそれと表面素材の配合のバランスなんですけど、はい、これ出てもいい感じよね、はい、なのですがね、ツアープレミアムは僕全種類好きやったから、はい、初代なんてあれですからね、もう3個か4個開けましたからね、この前編集してましたけど、はい、もうただそのなんていうんかな、最高のパフォーマンスを試合に持っていくっていう時のためにね、あんまり投げないようにはしてるんですけど、出番が少ない、在庫がないものはねもう仕方ないんで使えない。さあどうだ、これちょっと手前から立ち上がった。まあ、そうですね、あの摩擦係数によりけりですねこれね、はい、とりあえず今のとこなのですが全ストライクで、バイトもそんなに悪くないですよね。一回失投して一回天秤やから、まあ、あの失投はね自分が悪いのでね、はい、この点数が僕も東京ポートボールで出とったら投げても賞金取れるかもわからんけど、まあ、こんな幅のあるレーンではないでしょうけどね、はい、ちょっとサイドローテーションで見ました。これ曲がるかな。ああなるほど、サイドを入れて右向けるとああなっちゃうのね。はい、じゃあ天秤を狙ってあわよくは取れたら続く。一本も当たれへん力むとはなります。はい、ということでね、1,2,3,4,5,6,7ストライク7個の233、まあまあ投げ比べにしては良かったと思いますし、まあ行き先がね、これは自分の実力のなさでバラバラでしたけど、ポケットへ全て行ってくれるというぐらいの良いコンディションでしたね。まあ総評としてはどちらも良いボールだと思いますが、レイアウト的なものか表面のそのパールとソリッドの配合の差なのかはちょっと僕では比べはつかないですけども、どちらも扱いやすいいいボールに仕上がってると思います。 BG がね確かまだメーカーさんあったかな、まあ、あのツアープレミアム4は、限定生産で、第2便がまだ間に合うかなっていうような話をメーカーさんがしてはったと思うので、ひょっとしたらどちらもまだ買えるかも分かりません。こっちはね最初限定500個って言ってたんでね、ツアープレミアムは、はい、いち早く開けさせてもらったんですけども、はい、今日はいい動画が撮れたなと思います。ということで、内容がよろしければグッドボタン、チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。は
はい、またいろんなね、他社シリーズをやっていきたいと思いますのでね、どっちもいいボールなんでどうやっていいか分かんないけど、はい、僕なりに感想を述べてみたいと思います。これからもどうぞよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。さようなら。またお会いしましょう。